今日はリカちゃん塗り絵でリカちゃんをキュアグレースやキュアフォンテーヌやキュアスパークル風にぬりぬりしちゃうよ。早速スタート。まずはリカちゃんをキュアグレース風にぬりぬりしてみるよ。リカちゃんをキュアグレースっぽく塗るには髪の毛をピンクにして、お洋服もピンク色でぬりぬり。リボンもピンクで、あ、このリボンにカーソルを合わせてピンクで塗って、ここのリボンもピンクで塗って、ここは薄めのピンクで塗ろうかな。で、頭はキュアグレースのお花みたいに黄色で塗って、あ、緑も入れたいからここを緑にしようかな。うん、こんな感じで OK かな。で、靴もピンクで塗り塗り。ここは黄色で塗って、ここも黄色で塗って、お顔の色、あれ、あ、これか、お顔の色とお手々も塗って、足も塗って、周りのハートも塗り塗りして、キュアグレースリカちゃん出来上がり。今度はマリアちゃんをキュアフォンテーヌ風にぬりぬりしていくよ。まずは髪の毛をブルーでぬりぬり、お洋服もブルーで塗って、このあたりは薄いブルー、ここはこのブルーで塗っていくよ。靴も青色で塗って、そして、ここも青かな。顔の色とお手々、足を塗って、お鼻の色をぬーりぬり。キュアフォンテーヌ風マリアちゃん出来上がり。最後はアリスちゃんをキュアスパークル風にぬりぬりしちゃうよ。キュアスパークルの髪の毛の色は黄色、黄色で塗って、お洋服も黄色、靴はこんな感じの耳の黄色で塗って、この水玉の部分も一つ一つちょっと色の違う黄色で塗っていくよ。細かい作業。ああ、後で塗ろう。カーソルが合わないと。よいしょ。うん、オッケー。で、背景は白に塗って。で、あとはお洋服の色をどうしよっかな。ちょっと濃いめのオレンジをこの辺に入れてみようか。で、これをここに入れて、で、お顔の色を塗って、お手で塗って、足塗って、このアクセサリーは黒になっちゃおう。うん、おしゃれ。お星様もぬりぬり。はい、キュアスパークル風リカちゃん出来上がり。今日はリカちゃんたちをプリキュア風にぬりぬりしてみたよ。可愛いなと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんなもぜひぜひリカちゃんの塗り絵挑戦してみてね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。
バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。